ローソンで購入した江戸醤油ゆ味の焼きうどん税込398円しょうゆの焼きうどんって食べるのは久しぶりな気がする持ち帰りで利用食べた感想しょうゆ味のうどんの量は比較的多め野菜は少量 OK の焼きそばと比較しても野菜比率が 少なすぎかな。価格コスパが悪い。キャベツ、人参細かめに切られた小松菜っぽいもの。豚肉は小さく刻まれており、混ぜて食べると豚肉の味に気づけないほどビビたる存在感。鰹節は意外とうどんに合うな。全体的な味では、特段抜きんでてはいないけど、 醤油の焼きうどんとしては、美味しいかな。炭水化物 84.6g の、糖質 78.9g ということで、さすがに麺料理であるためこのくらいの糖質になるか。同時期に販売している麺屋一等監修、冷やし濃厚魚介つけ麺が糖質 88.3g なので、 食べ応え量に対してはどっちもどっちではありますが1食だけで済ませたいならつけ麺がおすすめです。